ヤキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今回このコースを始める前にですね、少しだけ皆さんに聞いてほしい。前々回の動画で、小技っていう文字をですね、小枝って僕がずっと言ってた件についてなんですけど。あれね、ずっと僕枝って見えてたんだよ。それでずっとね、動画内で小枝小枝ってずっと言ずっと言ってて、まあ、申し訳ないと思い、今回この動画でですね、謝罪したいと思います。ということで早速やっていきましょう。今回このコース、これだけ、だいたいこれだけとかシンプルな名前のコースが一番難しいんだよな。クリア率が 0.1%、 めちゃくちゃ難しいよね。一回地面から離れたら着地しないでゴール、え、メット踏んでゴールするだけっていう、まあそんなわけじゃないよね。いや、相当意味わからん。どういうことこれ。いや、ちょっと待ってね、これは普通に踏むだけだったらまずいけないと思うんだよね。まず踏めてなかったね。まあまあ、まず踏んでいこう。普通に踏んでいってばダメだと思うんですよ。あ、わかったよ。これ一回踏んで亀の甲羅を持って甲羅壁当てジャンプすればいけるんじゃないかな。ということはよ、ここでメット踏んでおいて下の方で壁キックしておくと思うんだよね。絶対ここまで合ってる。そっからメットを右に投げて壁キック。ダメだ、これ壁キックしたら右向けないで、右向けないってことは右に投げれないんだよね。うわ、どうしよう。メットを下に置くのかな。メットを空中で下に置いてみようか。こういう感じ。あ、わかった、これわかりました。これ多分ね、メットを踏むじゃん。そして下の方で壁キックしてこうやって待っておくと思うんだよね。で、メットを持って空中で生き返らせる、こういう感じ。そしてなおかつね、ヒップドロップキャンセルをして、あの、方向転換しなきゃいけないと思うんですよね。このメットをね、下に置いてヒップドロップキャンセルの、こう今みたいな感じだと思うんだけど、それをね、多分ね、めっちゃタイミングがいい時にね、やれば空中でメットを踏めると思うんだよね。さあやっていきましょう。何回やらなきゃいけないでしょうか。100回ですか、200回ですか、300回ですか。その間僕は喋り続ければいいんですか、どうだ。ということで、もう黙っていいですか。いつも黙っていいですかって言ってますけど、もうこれ何回やるか分かんない。下手したらね、何百回やるか分かんないんだよね。いや、まだ黙んないんですけど、ちょっと攻略を思いつきました。最初速攻でこうやって踏むじゃん。そしたらね、時間が289ぐらいの時に生き返るんだよね。そこを狙ってヒップドロップ。うわ、ヒップドロップしてもその後キャンセルして踏まないけないのがマジで難しい。これ謎解けても相当難しいね。っていうか、生き方合ってる。もうそれすら謎なんだけど、でもこれ以外の生き方ないよね。よっしゃ。これはマジで鬼畜だよ。皆さん、しない方がいいと思います。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、バッドスプリングデイ、悪いバネの日と書いてますけど、私ピオキング、バネとは相性がいいですからね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.97%。 このコースもさっきの一発マリオとね、一緒でめっちゃ難しいね。バッドスプリングデイ、バッドスプリングデイ、バッドスプリングデイ、バッドスプリングデイ。ちょっと待って、これもう引っかかった感じですかね。うわ、キノコ、あ、キノコ取って、待って、このバネが来る前に早くした。うるせえ。おい、キノコさえ取ったらもうすぐ下に行けばいい感じでしょ。そう、この速さが大事だね。そして魚に当たって、ここは右に行くべきでしょうか。ちょっと待って。それじゃあこの土管に入ってすぐ右に行きましょう。すぐ右に行ってよ。もうこのキノコを取るのが正解なんじゃないの。何これ、死に耐久的な感じですか。まあ死に耐久でもないね、もう火に当たればいい感じなんですけど。右でもなかったね。今日噛む日かもしんない、ごめんねみんな、めっちゃ噛むかもしんない今日。じゃあここはすぐ左に行ってみよう。このコインの通りに行ってみよう。そしてこの縦山ブロック叩きます。コインか。じゃあこの隠しブロック、熱いよ。これは正解なんじゃないんですか。これさ、ドッスンが来て落とされるやつでしょ。いや、そんなの引っかかりません。これさ、やり直し、うわ、効かねえ、マジかよ。じゃあドッスンどうなるのこれ。あー、ここはすぐ右上だね。右上のここに行こう。この土管に入ります。この土管は入れない感じだね。じゃあこっちの土管は何ある。うわ、こっちの土管も入れない感じだね。
これは、ま、さっき叩いたような気がするよね。じゃあ右上の、なにこれ何なのよこのツタ。完全に右上いけると思ったし、ということは右のキノコが正解なのかな。キノコ取らんで右上行ってみよっか。こう、いや意味ないよねうわどうしよう、ここ難しいね。もうつまずきました、誰か助けてください。こっから全然わかりませんなんだろう、多分ねこのボム兵を爆発させて下の土管に入るだとは思うんですよ。バブルが降ってくる、そういう感じでしょ。ここら辺に隠しブロックとかないのかな。うわないっぽいね。このツタの意味なにこれ。あ、なんか上が見える。ちょなるほど、あのバブルを避けてボム兵に着火させる感じね。いや今回初見殺し感半端ないね。まあいつも半端ないんですけど、じゃあここでツタに捕まって火を避ける。それで来るでしょ火が。うわまだ来ないの。どの辺、この辺。よしナイス避けナイスタイミングで降りたね。じゃあここで右に行ってこの土管に入ればいい感じ、そういう感じでしょ。さあ難しいよここは。何もしない、何もしないが正解。そうこの勢いで行こう、この勢いで行きます。なあうまいと思ったのに。それじゃあこの土管入って何もしない、一旦ここで止まっておこうや。止まっておいていらないことすんだってか。そんじゃもうブロックも何も叩かない、ハテナブロックも叩かない。トロールコースにおいてハテナブロックとかブロックはもう全部敵だっていうことが分かりました。なんでこのまま右行って鍵ゲット。あ、本当に鍵ゲットできた。そんなとこに隠されてたら分かんないよ普通。じゃあこの鍵の入っていきましょう。そして次はうわー雲バネね、バネに乗りましょう。一番、いやでも一番右届かんくない。なんで一番左の雲に乗って右のバネに乗ります。それでいけるでしょ、頼む。よっしゃ、なんでそんなことで引っかかんの。上のバネで引っかかれ。それじゃあここは一つ目と三つ目で合ってたんだけど、その次に大砲がバネを出してくるんだよね。あれさえ気をつけて中間ポイント取りましょういや違うんだって、あの3つ目のバネがねバネないのを忘れてました。なんでここでジャンプの、ジャンプで中間ポイントゲット、そういう感じだね。そしてここバネ出してくるでしょ、分かってる分かってるんだけどいや分かってたんだけど、バネの攻撃なかなかきついよね。そしてこのまま上に上がりましょう。さてここは P スイッチを踏んでハテナブロック叩きます。流れるお前かじゃあここは P スイッチ踏んで右の土管に入る。入れないのか。じゃあ上のこのハテナブロックに隠れよう。そんで左の土管に入ればいい感じだね。多分こっちで合ってるよ。さあ来ました、ややこしいな。何もしないで大丈夫。いやー、え、じゃあここどうすればよかったんだろう。逃げておけっていうことかな。どこに逃げておくこれ結構難しくない。それじゃあ今度は右下の枠のとこ行くね。この枠のところで大丈夫、そういう感じでしょ。これでいいと思うんだよね。ほら来た、またカシャンを手に入れました。そしてここで上のリンクを取っていくべきか、取っていきません。下が合ってる、そういう感じでしょ。ナイスピンポン。そしてやられたじゃあ次はジャンプ戦で右のこの土管に入ろう。多分これで合ってるね。さて次はどんな感じなんだろう。オンオフ変わる、あ変えられるね、変えられるんでちょっと待ってこう。犬、ここは早く右に行けっていう感じだね。なんでこの場所に追っておく。そしたらオンオフが変わって下に行ける感じだよね。うわやべえ、こっち絶対やべえやつだ何よこのやられ方、またお前か、遅いやつじゃんか。そのバネはもう早く来いって。どうせなんか来るんでしょう、戻すやつが、ロスを戻すやつが来るんでしょう、知ってるよ僕。あ、誰も戻さない。スターはいらないけど、ドッスンとバネがかわいそうだろここは真ん中でよかったね。この場所に追っておくんだけどバネが降ってきたからね。今そうこのタイミング、ナイスタイミング。そしてキノコは取っていいんでしょうか。取ります。こっちで取ってパンブロックを叩いたらこのブロックが壊れる、そういう感じだね。もうじゃあここは上に行ったらいけなかったんだけど、これいけんくない、絶対無理だよね。なんか降ってんだ、
なんだナイスありがてえ。うわ、こっちミスった。もしかして上に行かなきゃいけないパターンだったね。ここキノコが出てきたらすぐガリガリの上に行こう。で、この上に行ってそのまんまどんどん渡っていきます。そして土管に入る。土管に入るでいいのかな。なんでオンオフ変えられたんだろう。このまま一旦下に行くとかじゃない。それで合ってる。いや絶対違うね。じゃあもうこのまま土管の方に行こう。そしてここでオンオフを変える形か。なんか出てきそうなんですぐ右に行きますね。チェックポイントハテナって書いてる。大丈夫。キノコを取ってこいと。餌を目の前にして嫌がって。ただキノコを持ったままどうやって行くかだよね。もう一回この土管に入って戻るみたいな感じかな。いや戻れないよね。どうしよう。どっかキノコあんの。あ、キノコここで出てくんのか。そこはバネを出すところでしょ。じゃあここで中間ポイント取ります。オッケーもうなんでどうしよう。ここチェックポイント戻されるやつじゃないの。大丈夫。さっきのチェックポイント1はね、戻すやつあったんだよね。ほーら見て、絶対チェックポイント1に戻すよ。もうさあここまで戻ってきましたけど、チェックポイント取ったらダメっていう感じかな。どうなんだろう。どうしよう。ここは、あ、このクッパクラウンに乗って。何やってんのそれじゃあ次こそチェックポイントにきっちり取るよ。さてどうやって取ればいいんだろう。何もしないでおこっか。ピーヨンがなくなるまで何もしない。ちょ、大丈夫。これは大丈夫だよね。あのブロック、ナイスナイスカバー。そしてチェックポイント取って次に進めるっていう感じだね。これは多分騙されると思うよ皆さん。じゃあここ右ダッシュしていこう。いや大丈夫。危ない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 。これはどうやってやられればいいんでしょう。魚が待ち受けてますけど、あの魚にやられろっていうことですかね。きっと多分そんな感じでしょう。いい気味だぜあの魚いつもこっちをバカスカやりに来やがって。じっとしてろそこで。よし、それじゃあここはあの下に落ちんようにしよう。ここで止まっておいたら大丈夫でしょう。でこれ取っていいのかな。そして右の土管に行けるんかな。ちょっと行ってみるね。こうこういう感じでいい。そしてこのまんまこれは取ったらいけなかったのかな。あ、わかった。一旦この状態で通常のマリオになってここに戻ってこなきゃいけないみたいな感じだったんだろうね。ただいま金魚この通常のスーパーマリオになってこの状態でドアに入る。ドアじゃない、土管ね。いつも間違えますけどマジかよ。ここは待って、左戻る。やばい、これ下落とされるやつでしょ。下落とされたらなんかまずいよ。やべえ、もう落とされるしかない。頼む、チェックポイントだけはやめて。どうなるボブヘ。さあ本来の力発揮してきやがったこの場でマジかよ、これ結構厳しいよ。当たる、よし、オッケー。で、取りたくないキノコは。やばい、これ結構難しいかもしんない。さあまず先に一回当たっておこう。そしてこのチビ状態になればもうこっちのもんだね。ナイスそれじゃあここはチビ状態のまま来たら次に進めるっていう感じだったね。さあこの毒毒は何だろう。うわ、何ここもうどこも進めんやんかこんなの。あ、なるほど、さっさブラッパの方に行けっていう感じだったんだね。それじゃあここはもう早く行こう。このコインの通りに行ってキノコは取れないよな。あぶね、大丈夫、キノコ取れます。そして上に行くべきか右に行くべきか。キノコをわざわざ取ったんで右に行こっか。でこの土管に入る。うわダメなのか。じゃあこのドア頼む。うわいやだ、なんかさっきと違うボブ兵ちゃんか。あ、優しい。じゃあキノコを取るなっていう感じだったね。なんでこのまま上の土管に入ろう。多分こっちが正解でしょ。じゃあここはキノコを取ってこのすぐ上の土管に入ればいい。多分これで大丈夫だね。これで骨にやられることはありません。さあ右に行きましょう。大丈夫大丈夫。ここはピーヨンがなくなったらどうしよう。先下降りていい。あ、なんか流れてこっちへ。もう下に行けばよかったかな。どっちだろう、こっちは。なんだろう、もうドアが嫌なんだよね。
いや、ビビじゃねえ、ブブー言われたやんか。じゃあこのまんまパワーブロックを発動してどうなる。右に行くべきか。うわ、これね、ワンチャンゴールだと思ったんだけどな。違ったな。こっちは、嫌だな。このオンオフ押すのすげえ嫌だな。もう何よこいつら、もううじゃうじゃいすぎでしょ。もう嫌だ。この50コインのところ信用していきます。こっちで合ってる、そういう感じでしょ。でここ多分ゴールだと思うんだよね、罠と見せかけた。絶対そうでしょ。ありがてえ。いや、これはさすがに僕でもわかるよ。さっき違う罠に引っかかってしまったからね。これはゴールってわかりました。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。